気合入ってますので全部紹介させていただきます。御年85歳なんですけど、はい、間口を極力狭くビタビタで決まる。あーすげー、ケンマヤ TV。 こんにちは、 ANA 好きケンマヤアナです。今回はグラインディングテクノロジージャパン2023に来ました。グラインディングテクノロジージャパンは3月8日から3月10日までの開催なんですけども、今回は特別に前日の3月7日に取材に来ています。ちょっと僕が気になるブースいろいろ見てみたいと思います。よろしくお願いします。東洋研磨材工業の大地さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は何を紹介していただけるんですか？はい、今日はですね、はい、ブラスト感覚で金属を表面に磨くという、はい、人が手で磨くっていう工程を機械で誰でも簡単にできますというふうに、作られた機械をちょっと紹介したいなと思います。そうなんです、ね、はい、じゃあ磨けるってことですか？そうですね、はい、まさにもう磨きの工程ですね、はい、なので人を選ばずにっていうところが最近ニーズが非常に、確かにそうですもんね、はい、磨くとかってなると技術になるんで。そうですね、はい、ですよね、職人さんが非常に減っておりますので、はい、そういう工程っていうのを外注するところが多くなった中で、あ、確かに、まあ、でも外注先も減ってきたという中では内製化したいっていうお客さんが多いので、はいはい、じゃあこういう機械導入して磨きを自社でやったらどうでしょうっていう話をして提案をして機械の販売をしております。ちょっと研磨材が特殊でして、はい、母材がゴムでできてる。ゴムですか？はい、ふわふわとした研磨材なんですね。ちょっと触っていいですか？どうぞどうぞ、はい、あーすげー、あ、こうするとすごいゴム感が。そうですね、ちょっとこう、はい、柔らかさが少し弾力性というか、はい、ありますよね。で、実はゴムだけじゃなくてこれはゴムの周りにダイヤモンドが付着した研磨材です。イメージで言うときなこ餅ってあるです。あれはお餅がネバネバしててきなこがそれでくっついてますけども、あ、そうです、ね、このゴムも表面が少しこうネバっぽくなっているので、はいはい、その粘りを利用して周りにゴムをこう付着させるんですね。でそれをこの機械の中に入れて、はい、で大量に投射すると磨きができるという機械です。で磨きたいものをですね、はい、実際にこの手袋越しに持っていただいて、はい、でこのノズルから研磨剤がたくさん出てくるのでそれにぶつけると磨きができるという構造です。このように、おお、めっちゃ出てくる、はい、あの普通のブラストマシンと違ってエアを使ってないっていう点が特徴でありまして、コンプレッサーがいらないです。あ、じゃあ普通のブラストマシンより勢いというか強さは柔らかいですか？はいはい、ですね、質量がたくさん出てくるので意外と強く出てます。手入れてもらうと分かるんですけども、あ、結構質量がありますよね。結構強い、はい、そうなんですよ、やっぱ質量がある研磨剤なので、はいはい、出てるスピードはそんな速くないんですけど、そうですよ、見た目はそんなにですもんね、はい、威力は結構強いです。あ、へえ。エアを使わないメリットっていうのは、はい、これショットなのでエアを使うってことはエアが9割研磨剤1割ぐらいで飛んでいくんですけども、あ、はいはい、100% 研磨剤しか飛んでこない構造なのでムラになりにくいですね。かつ、はい、エアを使わないっていうことは、はい、密封性の機械なんですけども、はい、内圧が上がらないので要は粉塵がこう回らないんですよ。よくあの集塵機をつけなきゃいけないとか、ブラストだと必ず局所排気の届けが必要って言われますけども、はいはい、これは密封性の機械なので、あの中でかでこう完了するので、開けた時に研磨剤も回らないです。あ、そっかそっか、はい、そうです、ね、質量がある研磨剤なので全部下にも落ちていくんですね。そうです、はい、自然落下したのをまたかき上げてノズルのとこから出てくるっていう構造をしてます。ずっと繰り返して循環して使うっていう、はい、はい、じゃあ実際にちょっと磨いてみましょうか。そうですね、はい、ちょっと10円玉を試しに磨いてみます。いつもの感じのちょっとくすんだ感じですよね。そうですね、よく見る10円玉の色ですよ ね、 すよね、はい、これをですね実際にこれは削るわけじゃなくて、はい、磨くなのであのお金を加工するわけじゃないので、あのその辺は問題ないです。じゃあこれが磨いてみます。いきます。はい、ちょっとツヤが見えますか？見えるかな。ちょっとじゃあ全身やってみますね。そうですね、はい、今この音もモーター音だけなので、もう静かですよね、はい、なのでお客さんのところもあの
うるさくないというか、あ、そうですよね、はい、クリーンルームみたいなところでやってるお客さんもいます、うん、はい、音もそんなにモーター音ぐらいで気にならないので、そうですよね、ピッカピカじゃないですか、はい、ちょっと明るいところで、そうですね、はい、おーすごいピッカピカ、もともとがこういうくすんだ、はいはい、裏面はこうですもんね、はい、これが磨いてあげたことによって、おーもうライトで光ってます、そうですね、反射してる、 まさにもうおもちゃのような、あーそうですよね、はい、まあ銅の本来の輝きになります、うんうん、そうですよね、はい、すごい、まあ、要はこういう刻印とかを削るほどの力はないんですね、あーゴムなので弾力があるので、はいはいはい、こういう刻印に当たった瞬間に研磨剤の方が変形しながら表面を滑走するんですね、なので刻印の表面をなぞっていってくれるんですね、あでサビだけをこうさらっと取るっていうことができるので、本当金型の最終磨きとか、はいはい、職人さんがよく手で一個一個こう磨かれる工程っていうのを、この機械であればさーっと流してあげれば誰でも磨ける、へー、はい、すごいですね、はい、非常によく売れてる機械です、これ、そうなんですね、はい、先ほどおっしゃってたもん、技術がこう伝えるのが最近難しくなってるんで、はい、こういう機械を使って磨くっていうのも一つの点ですよね、はい、もうまさにこれからどんどん人が減っていって、はい、この機械も自動化したりですとか、そうです、ね、要はもう夜つけておけば朝磨きができてるとか、はい、そういうのを今も実証してますし、金型屋さん以外だと工具メーカーさんも結構入ってますし、 あとはまあ面白いもんだとその金属であれば何でも磨けますので、管楽器とかそういったものを磨くお客さんもいますし、樹脂なんかも磨けるので、アクリルなんかも磨くと非常に綺麗になります。そうなんですね。サンプルも、はい、この辺がアクリルですね。あ、これアクリルです。こっちが金属、はい。これが磨く前、磨いた後です。ちょっとこう白っぽい。あ、これが磨く前ですね。はい、磨く前の。そうですね、白っぽいですね、はい。磨いてあげることによって、こういうちょっとクリアな感じ。めちゃくちゃ透明度が高い。はい、すげえ。なんですけども、切削痕みたいなのは取れないんですね。ああ、そっかそっか。はい、ちょっとだけこう、ありますもんね。そうなんですよ、はい、うんうんうん、ちょっとこう線が見えると言いますか、そうですね、はい、M のところにこう横に、はい、ですよね、そうですよ、こういうツールマークを取るのは少し粗い研磨剤を使わないと取れないですね、あ、そうですよね、はい、でも逆を言ったら傷つけないというか、そうですね、はい、そのまんまを磨くっていう、そうです、そうです、はい、良さもあるんですよね、なのでもう本当あの最終磨きの部分に相当すると言いますか、ね、はい、ピカピカですよね、はい、これ全部先ほどの、はい、この機械で磨いたものです、はい、この溶接のビードも、そうですね、要はそんなに削らずに被膜だけ取るとか、うん、ブラストした面なんかもザラザラ感を少し粗い研磨剤、粗いメディアで取った後に仕上げメディアでやってあげるとこうなる、へえ、すごい、すごい、放電面も磨けますし、これ放電ですね、はい、これがこうなるっていうサンプルですし、ワイヤーなんかもまあ、ちょっとこれ抜きカスですけど、はい、こういう被膜面がこういうテカテカな面に、ね、はい、ピッカピカですね、はい、なりますし、ただこういうのもよく見ると変質層みたいなザラザラした感じは残ってるんですね、はい、そうですね、だからこういうのはやっぱりちょっと前かく処理がもう少し良くなるか、はい、ちょっと手を入れてもらってからの方がより表面っていうものにはできる、うん、誰がやってもこういう磨きができる、職人磨きができるっていうのを強みにして、そうですね、はい、販売してます、あのテストは無償でやっておりますので、あ、そうなんですね、はい、じゃあぜひ、そうですね、こういうのやってみたらどうなるかとかってお話いただけたらですね、そうですよ、東京の実験室の方でいつでも、そうですね、はい、そうなんですよね、はい、ぜひじゃあ東洋研磨剤工業さんにお問い合わせを、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ今日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ぜひよろしくお願いいたします、砥石メーカー定研の浜本さんです、よろしくお願いします、こんにちは、定研の浜本です、よろしくお願いします、お願いします、今日はどんな砥石を紹介していただけるんですか、今日は、はい、新製品ですね、はい、紹介したいと思います、はい、一段の黄色いボディの砥石がビトリファイドの CBN ホイールの新しいタイプです、あ、 CBN ですか、はい、この黄色いの黄色いボディの褐色のこの塗流層ですね、はい、ほほほほ、 CBN はもうここの色の違うとこだけになるんですけども、あ、 ここですね、はい、この、はい、はいはい、まあ、通常の CBN ホイール、ここ黒いタイプがほとんどなんですけども、そうですよね、はい、これはあの褐色系のアンバータイプの CBN トリを使ってますから、はいはいはい、耐熱性が高くて硬いんですね、長切れ
しますので、持ちがいいってことですね。いいですね。あとはですね、こちらのシナジードレッサーですね、まあ、高山さんにも使っていただいているシナジーホイールですね、はい、はい、使ってますね。ドレス用のドレッサーなんですけれども、これはの平面検索で使うタイプです。あ、そうなんです。はい、このシナジーホイールの専用ドレッサーみたいな感じですか。専用っていうか、レジンボンドであれば、あの他社のダイヤモンドホイールとか、はいはいはい、CBA のホイールでも使える。あ、そうなんですね、はい、これ今平面用じゃないですか、はい、円筒用は出る予定はあります。ありますか。はい、ちょっとそれ今準備中です。あ、そうですね、はい、あ、じゃあちょっと楽しみです。もう生材とかですね、ステンレスで削ることによってドレスされるお客さんもあると思うんですけども。あ、そうですよね。スピード的には抜群に速いです。生材と比べるとどうでしょう、はい、もう4分の1か5分の1ぐらいのスピードで。あ、もうめちゃくちゃ速いですね、はい、まあ、ドレスのこの平面出しがきっちりできますので。あ、そうなんですね、はい、特に細めの砥石で使っていただくと面が非常に綺麗になりますし、あと角もしっかり出ますから、ぜひ使っていただきたい。円筒のやつが出たらぜひぜひすぐ導入したいと思います。はい、はい、あとは昔高山さんと初めて会った時のオプトダイヤです。あ、そうですね、そう、これこの大きいタイプですね。これ第1回目のグラインディングテクノロジーで、はい、浜本さんにこのオクトダイヤ正八面体ですね。正八面体、そう、はい、ピラミッド型のきっちりした。そう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 、はい、なんで持ちがいいんですよね。そうですね、よく切れるんで。そうですよね、非常にドレスインターバルが伸びて、はいはい、そうそうそう、これめちゃくちゃあの PT2 と相性いいんですよ、はい、そうですね、はい、まあ、今なかなかいいダイヤモンドがないので、まあ、ぜひぜひ使っていただきたいですし。そうですよ、ね、以前よりもレア度が高くなっているの で、 そうなんです、ね、貴重です、はい、そうなんですね、これはいいですよね。これも人造ではなくて天然なので。あ、そうなんですか、はい、よくあの人造じゃないかって思われる方いらっしゃるんですけど、はい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 、全部天然ダイヤ、まあ、そうですね、まあ、人造ダイヤより天然ダイヤのグレードの高い方が非常に、はい、あの切れ味がいいので。あ、やっぱりいいんです、はい、違うんですね、やっぱり、はい、あとはちょっとこれ割れちゃったんですけど、はいはい、金型検索用の 0.1 ミリに成形した砥石です。砥石を 0.1、 はい、6.4 ミリの厚さから 0.1 ミリ。あ、ここはもう元々のベースの 6.4 なんですね、はい、でここから0、ここの先が 0.1、はい、0.1 ミリですね、はい、もうあのカメラでは映りません。はい、もうあれですよ、なんですぐ割れちゃうんですよね。そうです、横からだとすぐに割れるんですけども、うん、縦ですと細溝が入りますので。ああ、じゃあもう 0.1 の溝を、はい、これ取れるってことですよね、はい、角も100分の1以下。はあ、はい、むちゃくちゃ精度がいいですね。皆さんが使われているスマホとかの中に入っているコネクタ部品ですね、はいはい、あ、はいはい、それの金型用で使っていただいてます。あ、はい、あ、もうスマホ細かいですもんね、はい、中が全部ね、これぐらいのがいるんですね。今海外にもたくさんこういうのが出てますね。あ、そうなんですね、はい、この受付の下にある砥石、これは高山さんでも使っていただいている、はい、RZ ドルチェ、ね、使ってますこれ、はい、これあのあれなんですよ、メッキとか。そうです ね、 ね、メッキとか結構切れやすいですよね、はい、熱持たないんですよね。そうですね、熱持ちにくいですし、はい、すごい、シナジーホイールも、はい、ですね、はい、これも僕使ってます。高山さんのビデオでもちょこちょこ。あ、そうです、そうです、たまにたまに出します、出します、はい、これもさっき の、 あの新製品のタイプですね、はい、タイプですよね。これはダイヤですね。あ、これダイヤなんですか。ダイヤ使ってます、はい、でハイグレードなダイヤモンドを使ってますので、はい、セラミックスとか、あと金型の調光とスチールの同時検索。あ、へ、まあ、最近でしたら EV のモーター、はい、金型なんかに使っています、はいはい、はい、ありますもんね、はい、一緒に削るやつってなかなかマニアックな砥石があります、はい、いっぱいありますよねこの辺はもともと現行の。そうですね、これは HW で G シート WA をコンビネーションしてるタイプで、検索版のベッドとかですね、はい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 、そういったものにもよく使っていただいてます。 あと SPW ですね、これは一般的な加工によく使っていただいてて、はい、先ほどの PT2 ですね、はい、PT2 これいいですね、はい、はい、先ほどの A クリスタルホイールと G クリスタルホイール、 あと TDX っていうのはビトリファイドのダイヤモンドホイールで、はい、ダイヤモンドの加工なんかも使ったりします。ダイヤモンドにダイヤモンドで加工しかないので。あ、まあ、そうですもんね、はい、一番硬いですもんね、まあ、うちはそういう割と特殊なものが、はい、そうですよね、はい、もう多いので。なんかこう僕はいつもそうなんですけど、軟削材で困ったら
とりあえずテイケンさん連絡しようかなご連絡が結構ねデータとか出して、はい、そうです ね, 検索試験ね提案していただけるのすごい助かってますね、はいはい、で今回永瀬インテグレックスさんの本型検索版にも、はいはい、あのシナジーホイールがついてまして連日加工されるらしいので、ぜひ見ていただければ。じゃあその8日から10日ずっと削ってるで、そうですね、ずっと SKD の塊を延々削られてるみたいなすごいですね、なかなか過酷な、はい、ところで削らされるんですね。楽しみですね、ぜひご覧ください、はい、提言の浜本さんありがとうございました。はい、ニートレックスの名倉さんです。ニートレックス営業技術部の名倉と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。名倉さん今日は何を紹介していただけますか？はい、そうですね、ちょっと後ろ腕になってしまうんですけど、こちらのボナレックスシリーズっていうのでドリルエンドミルなんかの工具の検索で開発したシリーズで、まあ調光用のダイヤであったり配置用の CBN っていう格好でこういったような感じでボンドタイプも、まあここに載ってないのも含めて、はい、結構な種類用意してますんで、まあ加工箇所によってだったり、持たせたいのか効率よく加工したいのかとか、そういったことに応じて、まあボンドタイプであったり、まあ結合度だったりそのあたりのスペックをいじっていくというような加工で、でも任意に変えれるってことですね。はい、検索試験のデータなんかも、はい、あの載っけてますんで、はい、こちらがうちの社内でテクニカルセンターっていうのを用意してまして、はい、まあ、お客さんからお預かりしたようなワークとかお借りして加工試験とかができるようなところで、はい、ロロマティックっていう工具検索版であったり、まあ、平均とか円筒ももちろん置いてるんですけど、はいはい、そちらで試したデータと、あ、ロロマティックでこれ検索版です。そうですね、初めて聞いた検索版です。海外のものなんですけど結構有名な、そうです、そうなんですね、工具検索版ですね。でそれがこれ、こちらの前の方とこちらの2つですね。この2種類ですね。ボナレックス、はい、まあ、溝、ドリルの溝だったり掘ってドリルのギャッシュだったり、シミングだったり、でエンドミルなんかの液栓用と、はいはい、エンドミルの底破用みたいな格好で、まあ、実際使うのに近いような格好で展示させてもらってます。これは工具専用ですか？工具用にで開発してたんですけども、はいはい、調光の平均で使ったらかなりいいデータが出てきたん で、 そうなんですね、今ちょっと他のところでもいろいろ使っていただけるのかなと。じゃあ今後その別の検索版でも使えるかもしれないですね。で、まあ、メタル系なんで従来のレジンよりも熱伝導率とかがいいもんですから、まあ、そのあたりで軟削剤の加工なんかにもどんどん使っていけるんじゃないかなとは考えてるんですけど、そうですね、そのいわゆる CBN とかに置き換えれるような感じ、ね、なんでちょっとぜひ皆様にもお試しいただければ、ね、と思ってるんですけど、はい、気になりますね、はいはい、あともう一個一押しなのがちょっと後ろ側になっちゃうんですけど、はい、こちらの白い砥石ですね、NXS っていう塗料を使った砥石なんですけど、はいはいはい、まあ、うちだと NX っていうのがセラミック塗料になるんですけども、はい、まあ、従来のセラミック塗料よりももっと細かく細かく破砕していってくれるんで、従来セラミック塗料っていうと、まあ、細かく破砕するから持ちが良くなるよ、切れ味が安定するよっていうような売り文句だと思うんですけど、それからさらに細かく破砕してくれるんで、当然従来のやつの方がいい加工もあればこちらの方がいいっていうものもありますんで、そのあたりはお客様に条件聞いて、じゃあこっちがおすすめですよといった格好で、 NX2 系統でいうとちょっとこっちの UA っていうものが、まあ基本的には NX2 に近い人生だったり科学的な物性値は持ってるんですけども、よりブロッキーな形なんで、あの面粗さとかが良くなったり持ちが良くなったり、ただ切れ味を求めるなら NX2だったりの方がいいんですけど、そのあたりはお客様のご要望に応じて、もっと長持ちさせたいよとかライフを伸ばしたいよとか綺麗に磨きたいっていうような場合はちょっとこちらの新しい UA っていう塗料の方がいいかなという格好でご提案。使い分けですね。そうですね。あとちょっとまだ開発製品なんですけど、はい、物珍しいところで言うと自動車なんかのギアを加工するような砥石なんですけども、はいはいはい、まあここからここまでが従来のギアを磨く砥石、はいはいはい、でこっからこちらで同じくワンチャックで磨いちゃえっていう、結構刃面を磨くといいことがあるんじゃないかと今言われてるもんですから、そうなんですね、これで普通に検索してこっちで磨く、そうですね、全然違いますね、今
触った感じが。そうですね、こちらが結構ツル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 してますね。こっちはもう普通の砥石の感じですけども、そうです、ね、こっちはツルツルした感じ。男性もこちらの方があるんで、ちょっと逃げてくれるような、あ、まあそこまで大きくではないですけど、あら、はいはい、仕上げ、もっと仕上げみたいなイメージで加工するような。もうそれこそさっきおっしゃってたワンチャックで、そうですね、やる感じですね。一つの機械でできるっていうので、レジンボンドのダイヤモンドホイールなんですけども、はいはい、まあ、基本的には1500番ぐらいの塗料を使ってるんですけども、それをギュッとクラスター状に大きな粒に固めて、レジンボンドで固めてあるっていうような。1500番台の塗料をもうグッと固めてる。そうですね。なんで、まあ、目で見てもなかなか見えないかなとは思うんですけど。でも、あ、いやもう触った感じは結構1500番に触る心地は近いもんですから、綺麗に磨けるっていうのはもちろんなんですけど、そうですよね、はい、でそのギュッとしたことによって大きい塗料で切っていけるんで、あ、そっか、あの切れ味が上がるっていうので、グラッシーカーボンっていうガラス状の炭素繊維の加工なんで、なかなかちょっとよくある加工ではないんですけども、まあ通常だとアラ200番でやって仕上げ600番っていう加工で通してたのを、これでワンパスで通せるように、加工時間もアラ程度 で、はいはい、で見た目上の仕上がりとか、はい、要求精度に関しては仕上げの600万ぐらいのものが出たっていうので、はい、もう工程削減ができたっていうような。そうですね、もう早くできてですね、はい、このあたりも結構展示会では受けがいい、あ、そうなんですね、商品になりますね。ですね。これは何ですか？両面検索板とかでよく使うようなので、まあ、チップの幅剣だったり、はい、インサートチップだったりの幅剣とかに使うようなので、まあ、格子状にビトリファイドのダイヤモンド砥石を配置して、はい、で中のこういう赤ちゃけた部分でドレスかけながら加工していくような、はいはい、ドレスしながら加工するんで長くドレスインターバルが引っ張れますよっていうような。そうなんですね。こっちも新商品ではないんですけど結構売れ筋の商品ですね。名倉さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。僕ニートレックスさん YouTube のコメントで、はい、ニートレックスいいよって言われて、ありがたい話ですね。この間のジムトフでやっと見れることができたんですね。ありがとう。でそこからニートレックスさんにうちの会社来てもらって相談して砥石選定してもらったんですけども、ニートレックスさんってあれですよね、相談したらめちゃくちゃ考えてくれますよね。そうですね、まあ、基本的にはこれが一番だろうっていうご提案を一発目でしたいなとは思ってご提案させてもらうんですから、はいはい、まあ、その辺強みですか？そうですね、まあ、基本的には営業マンに相談いただいてもその場で返せるようにっていう、はい、どんどん技術力をつけていくようにっていう意味で私らの部署も営業技術部っていうちょっと技術っていう名前入れさせていただいてるぐらいのものです。じゃあ営業の方もそういうちょっと技術系のことが分かるっていうことですよね。でもちろんもっと難しい話になれば技術員と同行してご回答させていただくようなこともやっておりますので。あ、そうなんですね。ぜひぜひお声掛けいただければと思います。はい、そうですね、はい、今日は名倉さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は日生工業の北浦さんに説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。北浦です。お願いいたします。お願いします。はい、今日はどんな機械を？はい、私ども日生工業は両頭平面検索板という設備を開発設計製造しております。はい、その機械を一部ですがお見せしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、でまずこちらですね、私どもの縦型両頭平面検索板という設備で代表機種で V5P 型という設備です。こちらの V5P という設備は私どものベストセラー機で製造して40年作り続けております。そうなんですね。で日々、まあ、進化をしながら、はい、で今いろいろな、自動車メーカー家電メーカーさん、はい、いろいろな業界で使用いただいております。私ども の設備は基本品物の平面を削る機械であります。はい、でそれを上下に砥石がありまして、はい、この間に品物を通して両面を同時に加工して仕上げるという検索板です。ですから一つの工程で両面同時に2工程を加工できるという設備になりますね。こんな感じで、おー、すげー。この機械のメリットは、はい、まず寸法精度、はい、平行度というものが非常に安定して出やすいと。
いうメリットがございます。砥石大きいですね。はい、この機械はまあ用途としてはまあ標準サイズになるんですけども、砥石径が585ミリの外径ですね。はい、これで一般砥石であったり CBN 砥石であったりを使用していろんな材質の平面のある製品を削ります。今こう手元にあるのはこれはあの自転車とかのブレーキディスクに使われている一番皆さんの目に映るやつですね。こういうものから大きいものは車のブレーキディスク、オートバイのブレーキディスクとか、あれはもう極端に言ったらうちの機械でやっております。あ、そうなんですね。その中でこの今回展示している機械はあの V5P-RA リビルドっていう説明になってるんですけども、実はこの機械母体が30年前の機械なんです。その30年前の機械を引き取りまして、はい、新しくリニューアルしてまた皆様のお手元に届けられるように最新の技術を搭載して展示させてもらってます。そういうリビルド再生企業、そういうこともやってます。こちら見ていただくと分かるんですけども、実際これが本当の30年前、もともとこれが、はい、そうです。これをこのままあのリニューアルしましてリビルドしましてこの形になってます。すごい、はい、生まれ変わりましたね。生まれ変わりました。そうすげー、はい、でこれがまあその一部をこう皆さんにお見せしたいと思いまして、はい、実際のこれは新品の状態です。ここから解体していくところで、なおかつ再生していくところを一つのビデオにまとめてちょっとお見せさせてもらって。そうなんですね。じゃ会場に来た人だけの特典ですね。そのとおっしゃる通りでございます。ですよね、はい、これ今加工方式を説明してるんですけども、うん、はい、ロータリーキャリア方式、これをワーク品物を連続で投入しまして自動的に投入しまして連続的に加工します。こちらの方は同じ縦型両刀平面検索板なんですが、はい、砥石径150倍の世界最小の小型両刀平面検索板、そうなんですね、と言っていいと思います。ターゲットとしては電子部品とか、はい、セラミックス部品とかあとチップとか、うん、そういうものを加工する目的で開発した機械になります。ですからこちらにちょっと見ていただければ分かるんですけども、はい、今こちらの方に自動機でパーツフィーダーから機械に投入して排出するんですけども、はい、今ここにあるのは6倍から7倍のワークなんですけども、めちゃくちゃ小さいですね、はい、こういうのはあのよく皆さんの細かい小さいものに入っているベアリングとかに使われている部品です、はい、でこれを機械に自動的に投入してで連続してこれ投入して、はい、中に入って連続して加工をして出すと小物の量産。そうですね、小物の量産ですね、はい、まあ、今後は電子部品ですね、電気自動車関係になってくると、はい、その制御される部品とか機器とか増えますので半導体に近いようなセンサーとかそういうものにはこういう機械は用途はあると思ってますので、うん、まあ、そこでできれば加工版していきたいなというふうに考えてターゲットとしています。こちらの方はインサートチップ加工用専用の機械で VP3400RW という機械になります。こちらの方の機械は今回は展示としては自動化されたもので、はい、まあ、パレットチェンジャーからワークをロボットで投入してという形になっております。でここにロボットにであのこちらのキャリアの方にワークを連続して投入しまして、はい、これは4個同時に両面を削る形になっています。これで今インデックスしました。でこれで砥石の加工位置に180度移動しまして、で、ね、はい、で加工を済んだものがまた排出されると。ですから加工中にローディングアンローディングができてその無駄な時間を省いているような形ですね。さっきはあの2台とも左右やったじゃないですか、はい、ええ、あのワークが動くんでもやっぱりこれは2つやってるからこう動くとやっぱりこの自動機が入れれないので前後ですね、はい、で前後させて精度は加工精度を上げるための目的でやってます。あ、はい、でなおかつこっちでは投入排出ができると。あ、ですから加工時間中にローディングができるので、はい、基本的には無駄な時間がなくなる。でこの加工方式ですと基本的に加工精度も非常に上がりやすいので要求平面度、まあ、5ミクロン3ミクロンというものを制できます。あ、そうなんですね、はい、ちょっと素人質問なんですけども、はい、先ほどワークは回転して削ってたじゃないですか、はい、これは前後じゃないですか、はい、そうですね、はい、研磨目ってやっぱ変わるんですか。そうですね、基本的にはあの横筋縦筋っていうか、あ、本当は一番理想なのはあの、うん、あのアヤメと言われるような加工なんですけども、ね、はいはい、こちらの方、まあ、物が四角なんでね、あ、まあ、そうですね、あのアヤメつけるにはね、はい、平面でやります。逆にそういうのが綺麗ですもん ね、 あのね、それでも好まれる場合もあるんで、あ、そうなんですね、悩ましいところではありますけど、はい、そうなんですね、
で、まあ、一応実際加工しているところを見ていただくとこういう形になりますね、はい、こちらの方を右から覗いていただくと、はいはい、今ちょっと4個投入なのでちょっと時間かかりますけど、はい、これもまた一つうちの今回の特許になるんですけども、はい、これ両刀で両面砥石取り付いてるんですけど、はい、今回展示機ではあそこにジグがついてるんですけど、はい、これはね実は両刀機なんですけど片面も加工できると、ジグを取り付けることによって両面の品物がではなくて片面の品物も加工できると、はい、これで今キャリア装置が前に来まして前後して加工してるんですけど、今下だけを加工してるんですね、はい、あそうですね、はいはい、仮面を削っている状態ですね。すごい。で私どもの両刀平面検索盤の特徴として機械合成、これを非常に重視しております。で機械合成があるから両面同時に加工しても安定した精度を得られるということを昔から重視しておりまして、スピンドルの剛性を上げるための目的として円筒状のクイルを採用しているんですけど、それの修道面の毛下げというのが非常に大事なんです。あ、はい、でこの毛下げしているのがこちらの方に、こちらに私ども の, マイスターですね、はい、匠の職人さんがいまして、はい、でこちらの職人の方が全て毛下げをして、でこの方私どもの現代の名工ということで、はい、一昨年ですね王子褒章、こういう方に私どもの機械が支えられていると、で今の機械の精度があると、はい、もうなんかもう職人さんの息を超えてそうな感じですもんね。そうです、もう息超えてます。そうですよね。御年85歳なんですけど。85歳ですか。ええ、いまだに現役で頑張っていただいて、いもうそろそろ変わってあげたいんですけど。いやいや、次世代に伝えれたらいいですよ ね、はい、そうですね、今そういう意味では若い者にいろいろと今継承いただいているところではあります。そうですよね、はいはい、まあ、そういうことで私ども、はい、メーカーとしましては、はい、両刀平面検索板を主力に、はい、皆様にお使いいただけるように誠意努力しておりますので、はい、引き続きここを見学いただいて、はい、ぜひ機会を見ていただければと思います。そうですね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、北浦さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お願いします。タイコーキの春日と申します。お願いします。今日グラインドテックの2023で、タイコーキ機械2台展示させていただきますので、はい、その機械1台ずつ紹介させていただこうと思います。はい、はい、お願いします。で1台目が正面に映っています USG の2という機械になります、はい、機械の元々のコンセプトとしては間口を極力狭く自動化に適した機械にしようということで作られております。パッと見ていただくと機械の本体が絵がここなんですけど、機械の幅としては750ミリと非常にコンパクトな機械です。ちっちゃいですね、はい、自動化に適したところなんですけれども、今回の機械左側のみにロボットをつけてますけれども、左からワークを入れて右にワークを排出するっていうことができるので、まあ、ラインですね、自動化のラインとかにこう組み込みやすい仕様になっております。今回ただの内面検索板ではなくって、加工のところにもちょっと特殊な部分がありまして、はい、ちょっと中寄って、あ、右手からですね、右手からこう寄って中見ていただくと分かるんですけれども、砥石軸が若干傾いてるのが見て取れるかと思います。はい、はいはい、でワークとしては何をやっているかというと、はい、ボールネジの内ネジですね、簡単、はい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 、端的に言うと内ネジをワークの主軸と砥石軸で同期しながら削ってますよっていう加工になります。でロボットが入って、ね、ワークの交換が終わってっていうところで、あ、ネジやから回転が正転逆転して回ってるんですね。そうなんですよ、はい、あ、すごい、その位相があるもんですから。そうですよね、はい、で近年だとこのボールネジナットをやっぱり半導体製造装置とかに結構使われることが多くって、あ、まあ、その需要の高まりから太陽光機もちょっと展示させていただこうかなという、はい、流れになってます。もう、ね、太陽光機さんって、はい、大型の縦型しか見たことないんですよ、はい、こんな小型の初めて見ました。結構自動車メーカーさんとかには納めさせていただいてて。あ、そうなんですね。で縦型のメリットとしてやっぱり大型の方がメリットが色濃く出ますんで、はい、やっぱり大型のイメージが強いかなと思うんですけれども。うん、そうですよね、小型も、今回の機械みたいに非常にコンパクトな機械が多いですんで、はい、今後認知していただけるように、はい、頑張ります。そう、例えば小型の縦型のメリットって何ですか。はい、横型の内面剣と比べて、まあ、横向きだとこうこっちにワークの主軸があって、はい、まあ、こう横向きに砥石が入ってくると思うんですけど、はい、それが純粋にこう縦になってるんで、はい、その分こう設置スペースが狭いっていうところにメリットがあります。今回の機械は左側にファナックの多関節ロボットと、はい、あと回転するロータリー型のストッカーですね。で手前側には、まあ、HSK の40のツールのついたクイルですね、はい、最大4本までこう保持できるようなスタンドがついてます。
まあ、砥石の摩耗限界、まあ、カウンターで見てるんですけど、まあ、カウンターで いくつまで削ったら次のクイルに交換するっていうような指令を出して、まあ、交換する形になってます、はい、次上に一応カメラがついててでワークを拾って、はい、でカメラでパシャッとするんです、はい、あ今ちょっと明るく光った時そうなんですよねこれ何してるかっていうと、はい、今回のワーク、まあ、ちょっと四角い形状で、はい、ワークをチャックするときに位相が必要ですんで、はいまあ、その干渉しないようにこうワークの位相を見てます今こう交換やってます、ね、あこれが今あれですか、はい、交換そうですクイルの交換ですね ATC で交換してます、おーすげー交換されたおむねこんな感じですこの機械、はい、はい、ありがとうございます次にご紹介するのが太陽光機ジムトフで、はい、あの初出展をして発表いたしました、はい、新型の複合円筒検索板になります、はい、で機種名が MGX の30、はい、まあ、ラインナップとしては、一番小さいもので新艦600一番大きいもので戦艦1600あるんですけれども、はいはい、今回の機械は真ん中のサイズの新艦1メーターのものを展示しております。はい、特徴としてはやっぱりあの中見ていただくと分かるんですけれども最大で3軸まで砥石軸を搭載できるようになっております。今削ってる今手前についている砥石はネジ切りの砥石薄べったい砥石ついてるんですけど、はいはいはい、あネジのところですね、そうですね今言ってますね、はいはい、今あの想定しているワークはあの工作機械のスピンドルワークなんですけれども、はいはい、まあ、口元とかねあの真ん中ら辺にネジついてたりするんで、そうですよね、はい、削れるようにということで、あの滑ったり砥石つけてます。で、まあ、次あの加工が進んでいくとまた、まあ、奥のタレットですね、砥石軸のタレットが旋回しますので、ちょっと見ていただくと分かると思います。で内径がついてて、もう1枚アンゲラの、はい、砥石がついてます。で、アンゲラの砥石を使って、まあまあ、アンゲラの単面とあと通常通り円筒で。外径ですね、はい、加工することができます。ということは砥石を3枚、3枚ですね。それはさっき途中で内径の砥石あったじゃないですか、はい、あれは外径に外径3枚もいける。あ、外径3枚もいけます。外径3枚の場合は両筒の砥石軸が1つとあと単品の単軸の、まあ、砥石軸が1つっていう計3枚の砥石を取り付けるようになります。へー。プレーン、アンギュラー、まあ、アンギュラー 両アンギュラーだとあのツバついてる両端面できるようになるんで。あ、そっか、はい、そうですもんね。アンギュラーは片端面しか無理ですもんね。そうなんです。この、まあ、今 見られてるこのアンギュラーだと、まあ、右端面といいますか、はいはいはい、右側の端面しかできないので。そうですよね、はい、今回のワークはちょっと残念ながらあの 内面検索お見せする部分はないんですけれども、はい、内見の時はあの左側ですねチャックに、あ、はいはい、あのスクロールチャックなんかに置き換えていただいて、はい、まあ、ワークをチャッキングして内径を削るっていうような形になります。そうですね、はい、あと特徴としましては、はい、まあ、今見ていただくと分かるんですけど、はい、ワークにテーパーちょっと、はい、分かりづらいんです、はい、テーパーついてて、はい、で奥 そのタレットですね下にサーボモーターが入ってますんで、はいはい、万分台で振れるんですよね。万分の1度台でテーパーの角度を作ることができるんです、はいはいはい、なので、まあ、真ん中についてるテーパーですね、これも綺麗に高精度に あのテーパーを加工することが。え、じゃあ砥石軸が万分台、砥石軸が万分台です。ということはテーブルはそのストレートを出した時のストレートで、ストレートです。でテーパーするときは砥石軸が角度つけて、はいはい、いいですね。ちなみにですけど、はい、このテーブルも振れます、はい、あのワークを保持している方の Z 軸ですね、はいはいはい、これも一応奥9度まで旋回できますんで、はい、じゃあそれやったら9度プラス砥石軸の角度も、まあ角度ですね、プラスで振れるってことですね、はい、そうです。で結構振れるっすよね。結構振れますね、まあ、なかなかそこまでの、まあまあね、多くないですけど、そうですよね、まあ、高精度にできるという点では、まあ、メリットなのかなと、うん、そうですよね、はい、思いますね。まあ、もう正直言ってすごく申し訳ないですけども、僕太陽光機さんが円筒検索板を出してるの初めて知りました。やっぱ縦型の内径っていう、そうですね、太陽光機の売上シェアとしても一応、まあ、全体を通して7割が縦型検索板、はい、残りの3割が、横型の内面検索板、はいはい、円筒検索板、あとまあネジ検索板とかも、はいはいはい、まあ、やってるんですけど、はいはい、まあ、その3割ってなかなかこう、まあ、目にする機会少ないと思いますので。あ、まあそうですよね、はい、いいのを見せていただきました。今日春日さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。
岡本工作機械製作所の技術部の西上です。本日よろしくお願いいたします。我々検索版合計8台持ってきております。 おそらくブースの展示されているメーカーさんの中で一番多い台数を持ってきてます。そうですね、ちょっと気合入ってますので全部紹介させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、まず最初の引き示しですね、はい、ちょっとこちらの方がですね、去年の11月のジムトフ日本工作機械見本市という展示会で初めて出した機械なんですけれども、 PSG の 127CAIQ という機械になります。それに CE マークというのがあるんですけれども、これがヨーロッパの安全規格も通っている機械になっておりまして、世界戦略を目指している機械になっています。結構日本の検索版メーカーというのは世界でも評価が高くてですね、で特に我々、平面検索版で世界に拠点を持ってやっているところでは日本でも少ないんですけれども、この機械も世界基準で最初に設計を行っております。そうなんですね、はい、すごい。で、これとデザインがこのカバーのロゴが光ったりというデザインもあるんですけれども、はい、この機械ですね、気丈計測装置がついております。で今ちょうど測るんですけれども、あ、これですね、はい、おこれでワークの上面を測っていきます。平面検索は基本的に平面を出す機械ですので、あ、そうですね、はい、加工前にどこが高いか見て、で低いところを見て、どこをやって平面を出すかっていうのを普通人間が決めるんですけど、あ、そうですね、これもう一回これ測ってどこが高いか低いか分かるんですね。あ、へで AI で自動的に高いところから勝手に検索を始めるっていうマップ検索ソフトっていう、この後ちょっと不思議な動きするんですけれども、はい、肉眼だとどこが高いか全く分かんないんですけど、あ、そうですね、はい、あと砥石がですね、これこうですね、はい、よいしょ、この辺だけ削って今度奥を検索しに来ました。ここだけ高いと、はいはい、で今度またこっちが低くなったん で高いところだけ削っていって、だん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 加工するストロークが増えていくんですね。あ、本来検索板ってこことここずっと動き続けるんですけども、あ、そうですよね、はい、で無駄な動きが多いエアーカットという空気の削ってるようなエリアがあるんですけども、あ、確かにありますね、はいはい、それがこれなんですけども、はい、確かに、はい、平面加工される前の枠って反ってたりうねったりするんで、無駄なエリアがあるんで高いところから削っていって、はい、で最終的に平面になると、で一番効率のいい高いところから削っていくっていうようなシステムですね。これがマップ検索システムって言われております。お、確かにあれめちゃくちゃ時間かかりますもんね。めちゃくちゃ平均で時間かかるんですよ。分かります、僕もやってたんですよ、分かるんで、もうやっぱそうですよね、はい、そこのサイクルタイムとかですね、もう残業したくない時代なので、あ、確かに、でこのような形でやる感じです。ということですね、で加工終わってまた測るんですけど、それで平面になってなかったらまた補正もしてくれるので、ほとんどもう全自動で行ってくれますね。あ、そうなんですね、はい、であとちょっとこの機械のサイズ1200×700mm になってまして、はいはい、大きな枠の想定してます、うんうん、で大きな枠加工するときって結構操作盤遠いと大変なんですけど、あ、そうですね、この機械操作盤がこんな風にこう移動するんです、ね、おお、すごい、なかなかない機能、ないですね、とかですね、あとテパハンドルに軸座標がつくんで、あ、すごい、これ実はすごくいい機能で、いやいやいや、座標軸見ながら加工ができるっていうところもあります。僕岡本さんの平面検索版使ったことあるんですよ、はい、その時にそれが多分1990年の30年前ですの機械を使ってたんですけど、その当時でここの操作盤にあのデジタルがついてました、はい、あ、そうですね、で、はい、もともと全部アナログなんですけど、岡本さんだけデジタルがついてて、そうなんです、めちゃくちゃ使いやすかったんですよ。数値管理っていうのは結構我々強いところですので、ね、それに手元にも数値管理を持ってくるというところが、ね、つけたっていうことですよね、はい、実はこれも検索版だと結構世界的にも珍しいと思ってますね。いや、これはここについてるのは絶対いいと思います、ね、はい、面白い機能です、この機械、いやいや、便利です、ほんまにもう、ぜひこの機械は展示会場で見に来てほしい機械の一つですね。そうですよね、はい、あとこちらですと円筒検索版ですね、はい、まあ、OGM250EX3 というタイプなんですけれども、はい、加工できる径が Φ200 ま で長さが 500mm までですね。でぜひ御社ですと円筒検索版使ってると思うんで、あの、はい、たくさん PR をしたいなと思うんですけれども、お願いします、はい、ですこの機械ですと今ハンドル、これがオペレーターハンドルといいまして、はい、普通にですね、まあ、回して見ながら操作ができます。これで、はい、今私ここでですね、テーブル制御送りっていうのを送ってるんですけれども、はいはい、これが光ってる時はもうある一定のストロークよりもう回してももういかなくなります。で私何をやってるかというと、ワークの位置をこれでティーチングしてまして、はははここが左端の判定位置、はいはい、ここが前後位置ってやって、これを押すと
そこしか動かなくなるよという、その間だけってことですね。そうです、うんうん、でこっちが手動の切り込みの方なんで、はい、まあ、これで自分で送りながら様子を見ながらこれで送るってことができるんですね。ははははというのはものすごい汎用的にも使えると、うんうん、いうような遠投計測板です。カズモンは NC でやって、単品はもう汎用みたいに、あ、その考えです。ですよね、はい。結構部品加工ってそういうの多くないですか？多いです。結構もともと単品が好きなんですけど、やっぱりカズモンが多なるんですよね、はい、なるとやっぱり NC が欲しくなるんですけど、はいはいはい、まあ、自分持ってるのが汎用機だけなんで、はい、結構カズモンをやると大変なんですよね。やっぱそうですよね、はい、そうなるとこの機械が NC になるとこっちの台湾の画面でやってもらって、あ、そうですよね、手でやりたいときはこっちでやるという、うんうんうん、であとちょっと新しいうちの機能なんですけども、砥石とこのワークが当たるとき、はい、ちょっと怖いじゃないですか、はい、あ、そうですよね、バッて当たっちゃうと火花たくさん出ますし、あ、そうですよね、うちのこの機械ですとここにマーボスさんの AE センサーがついてまして、当たるとですね自動的にこっちのハンドルも止まるんですね、振動を検知して、へ、それで当て込みの自動化もできますね。なので職人さんがやってる当て込みの作業があるんですけども、はいはい、その作業というのも実は自動化ができます。じゃあちょっとパッて当たったらあのこれが反応して、でこっちのハンドルがもう送っても動かなくなるっていう、あ、でそこからゆっくり削れる、あ、そうですってことですね、はい、もしくはそこから自動をかけるか、あ、そういうことですね、はい、というようなことができますね。いや便利ですね。なかなかこういった汎用機も進化してますね最近、センサーの力で。そうですよね。こちらが IGM15NC3-2B という機械ですね、はいはい、IGM シリーズというのが結構名機と言われてまして、ね、内面検索版ですね、うんうん、今砥石が2つついてるんですけど、あ、はい、こうボクサーみたいに単独で動くタイプの機械です。外周用の砥石と内周用でできるので、ワンチャックでそうですできるですね、はい、ワンチャッキングでやることで段取り替えがなくなったりですね、同軸度が出やすいっていうのがあります。そうですよね、はい、一回チャック取っちゃうと芯がずれちゃいますので、うんうん、確かに。で新しい機能って言いますと、工作主軸がこのように旋回するような機能ですね。あーすごい、へー、内見のテーパー加工とかができます。プログラムで全部、あ、そうですね、はい、今までここの主軸っていうのは手動で自分で振るっていうのが当たり前だったんですけど、そうですよね、こちらが NC で動けることになりましたので、まあ、新しい加工の流れができるような形ですね。そうですよね、まあ、内面検索版の IGM って意味ですけど、外周の砥石も付けられるので、はいはい、結構お客様は内外周で砥石を分けて使ったり、あ、そっかそっか、あとは新と仕上げで砥石の番手変えたりですね、そういったお客様が多いですね。今単面加工とかやってますね、これで。そうですよね、はい、でまあ、あと今後、まあ、今後未来ですね、将来的にはこういった自動化もあるんですけど、やはり我々も自動化の方はこの機械も対応しておりまして、はいはい、何かこう量産とかですね、作業者さんやはり今残業できない時代ですので、はい、なんかこうロボットで何時か自動化したいというお問い合わせありましたら、こちらで提案もできますので、ぜひ、はい、お声掛けいただければと思います。お声掛けです、はい、わかりました、はい、当社ですね、岡本工作機械、今回グラインドテックジャパン2023、合計8台の検索版ですね、はい、持ってきております。はい、平面、円筒、内見、複合、まあ、いろいろあるんですけれども、はい、これだけ全部の検索版のシリーズやってるの当社だけでございまして、はい、まあ、検索についてもう何かお困りごとがありましたら、ぜひ当社のブースまで来ていただければと思います。そうですね、はい、石上さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、僕がいつも使わせていただいているシギア製機の今日は検索版紹介していただける宗近さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんな検索版紹介していただけますか？はい、まあ、この度ですね、まあ、新しい機械といいますか、はい、GPH20 というのは前々からあった機種になるんですけども、はい、それがあの、まあ、B タイプという形でバージョンが変わりました。あ、まあ、これであの、まあ、機械がですねフルカバー化するにあたって、はい、まあ、今まであのフルカバー用のベッドとハーフカバー用のベッドでまちまちだったんですけども、はい、それが同じものを使えるような、あ、同じもの、はい、形で変わったのと、 あ、はい、あとはまあそれに伴って B タイプに変わるということでいろいろな細々とした面ですね、はい、をまあバージョンを変えて新しく出させていただきました、はい、ハーフカバー用のベッド、はい、全体カバー用のベッドっていう、はい、分割がなくなりましたので木型の管理だとかですね、まあ、そういったものとして一体化させるということ で、ね、はい、じゃあ主な設備をお願いします、はい、基本的にこの弊社の場合この頭の20
というものが、はい、あのワークの振り回しの径を表してます、はい、でその後ろの50っていうもので新刊ですね、はい、これあの、まあ、20の場合は200倍、はい、で50だとあの新刊200ミリっていう形ですね、はい、なのであのこれ の, あの上のバージョンで今度 GPH の30っていうものだと今度振りが300倍っていう形になりますし、さらにあの450の場合は45であったり、はい、そういった形であの大元この頭の数字で振り回しの径で後ろの数字で新刊を表すような形になってます。であとまあグラインダーの G にあのプレーンの P、 あとハンドル付きのハンドルタイプで H、そういうことですね。という形で、あの、まあ、あの、ある程度漠然とね、あの機種で機械の形がイメージつけられるような、わかりやすいですね。なってはいますけどね。なので、まあ、この機械の最大の特徴というと、やっぱこちらのハンドルですね。はい、あ、そうですね。はいはい、NC の、まあ、画面であのプログラムを作って、本数が多いもの、タロット、ロットが多いものはあの NC で加工して、はい、小ロット1本2本のものだとあのわざわざこういった形でプログラムを、プログラムというかね、あのデータを作るのは厄介なので、はい、その場合はこのハンドルで加工することができますと。これがあれですよね、うん、マイスターハンドル。そうですね、マイスターハンドル、マイスターハンドルですね、はい、で、まあ、あとね、あのこの弊社の場合の、まあ、特徴としてはこのマイスターハンドルを使う場合、はい、あのこちらの操作パネルのみで、はいはい、あの完結できます。なのであのわざわざこっちのボタンを押しつつ、はいはい、こっちも操作するっていうことは基本的に必要なくてですね、こちらのハンドル、まあ、最初の設定はありますけど、これだけであの加工できるような、うん、形を取ってます。砥石で加工端決めたらここでボタンで決めるってことですね。そうですね、はい、なんで、まあ、の左ターンワークの左右の場合であれば左ターンを決めて、まあ、右ターンを決めてあげるともうこれはこれ以上はもう行かないですね、行かないようなストッパーがあったりですね、はい、ちょっといいですか。はい、どうぞどうぞ。これがもう左ターンも右ターンももう今決まってますんで、はい、で今回してこれ止まっててずっと回し続けてても止まってる、はい、もう基本的にあの NC であの数値で管理しますので、はいはい、岩槻の場合だと油温とかによって微妙にこう流れ込んだりっていうのがあるかとは思うんですけど、まあ、NC の場合だともうそれがなくビタビタで決まるっていう、いいですね、うん、はい、なんであの単面キワキワまで、ね、あの寄り付けたいとかいう場合だとこういった形で使われると、はい、非常に、ね、そうですね、やりやすいのかな、便利ですね、うん、思います、はい、基本的にこの機械だと収束、砥石収束を変えるのに、はいはい、まあ、通常あのインバーターを使ったりするんですけど、ああ、そうですね、はいはい、こいつはあの AC スピンドルモーターを使ってますので、はい、まあ、インバーターではないよっていうのがありますね、まあ、馬力もそれなりにありますし、あとはあの、まあ、これはインバーターでも基本的に一緒なんですけど、まあ、こういったところの画面の中であの回転数を指定してあげて、その回転数で回しなさいよ、でその回転数で回した場合だとあの、まあ、砥石径が今このぐらいなので収束はこのぐらい指しますよという形で、まあ、そのあたりは自動計算するような形になりますので、例えば数字を2000回転に変えると計算すると 33m になりますよですね、なので、まあ、こういったところで一、まあ、つの目安も、ね、簡単に勝手に計算してくれるので、そうですよね、はい、そのあたりはね、まあ、まあ、これはもうあの対話の、ね、そうですよね、はい、シギアの対話のものになります。そうです、これはもうあの、この GPH に限らず、はい、GPL であったり GPS であったり GAE であったり、はい、あの弊社 の, あの対話を積んでる、はい、ユニットはもうすべて、あ、そうなんですね、はい、いいですよね。前回、はい、こうポリゴン加工をできる機械、はい、紹介していただいたんですけども、はい、やっぱこういう
シンプルな NC 機もいいですよね。いい、うん、そうですね、まあ、ポリゴン加工の場合どうしてもねユーザーさんが、うん、もうかなり限られてしまうので、そうですよね、それに対してあのもう外形検索っていうのはもういろんなところで、ね、使われてますけど、はい、まあ、最近だとねやっぱり車関係っていうのがちょっとどん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 、ね、エンジンがなくなるんじゃないかというところもありますし ね、 うすね、はい、うん、なのでその他の、ね、モーターであったり、うん、そういったものに力を入れていかなくちゃいけないとは思うんですけど、うん、まあ、とは言ってもね外形検索っていうのはなかなか、はい、うん、なくならないものなので、うん、まあ、非常にあの分かりやすい、はい、ね、あとまあごたごたとこうフルカバー化もされてない見やすい機械なんで、うん、もうね、明かりも、ね、しっかり上から降ってくるような機械ですので、そうですよね、はい、ああですよね、確かに。宗近さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、こんにちは。こんにちは。今日紹介していただく藤田さんです。よろしくお願いします。します。今日は何を紹介していただけるんですか。はい、本日紹介させていただくのは弊社が昨年の11月にリリースいたしました新機種の G3P100L という機種を紹介させていただきます。こちらの機種特徴3つありまして、はいはい、1つ目が抜群の品質、2つ目が操作性、3つ目がさらなる高精度、それにプラスアルファで、カーボンニュートラル弊社取り組んでおりますので、そちらの支援機能紹介させていただきます。では早速特徴の一つ目の、抜群の品質から、まず2点紹介させていただきます。まず一つ目はですね、はい、まあ、弊社 G-TEC との検索版といえばという機能を紹介させていただきます、はい、それがこちらの砥石軸にあります、はい、スタッドベアリングという機能になります、はい、こちらどんなものかと言いますと、はい、従来この砥石軸を支える両端にはいわゆる軸受けで、はい、指示をしているものなんですが、弊社の砥石軸にはその軸受けではなく油でその軸を支えるような構造になっております。実際に砥石軸を支えるメタルとその砥石軸の間に油を充満させることで、はい、少し砥石軸を浮かせて回転をさせております。そうすることでこの砥石軸非常に高精度に回転しまして、その回転精度が 0.016 マイクロメートルという精度で回転をします。そうすることでもちろんこのワークの精度も良くなりますし、先ほどお伝えした通り、メタルと軸の接触がなく油で充満されてて接触がないので、油の管理さえしっかりしていただければ、その超すごい回転精度が半永久的に続くというような砥石軸になっております。こういったところからも、長期間安定して使っていただける機械になっております、うん、続いて2つ目、はい、それが木下げ作業になります。木下げですね、はいはい、木下げもちろんご存知だと思うんですが、はい、そうですね、こういった模様のものを作業者が手作業で木下げを行います、はい、そうすることで、まあ、オイルポケットを作って動くもの同士の摩擦をなくすことで、実際に物が動いた後の摩耗なんかを減らして、こちらもまた長期間使っていただけるような、ものになります。この機械ですと、まあ、砥石台の、スライドの部分、はいはい、それからテーブルのスライドの部分と、ほうほうほう、今見ていただいたこのテーブル上面主軸台信用紙台が動くところ、はい、それからちょっと見にくいんですが、こちらテーブルが旋回をしますので、ここにも木下げ施しております。はい、見えないんですけど、この主軸台も今回旋回するタイプですので、はい、この旋回面にも実は見えないところでも木下げ作業を行っているというような機械になります。そうなんですね、こういったところが J-TEC との長期間機械を安心して使っていただける作り込みということになっております。それでは続いて操作性に関して説明させていただきます。まずはビギナーの方でも簡単に使っていただける機能を紹介させていただきます、はい、こちら J-TEC 製の CNC-GC70 トイプックタッチというものになります。こちら初めて機械を使ったりあまり使い慣れていない方って検索条件なんか自分で決めれないと思うんですけど、この機械が非常に簡単に検索条件を決定するという機能になっております。実際にちょっと僕が検索条件を今から作ってみたいと思います、はい、この工作物の合成なんかも正直僕なんかワークを見ても全然合成が高いかわからないんですけど、はいはいはい、こういう簡易判別でワークの長さと直径ですね、これを入力いただくだけで機械が自動でこの工作物の合成を判断してくれるというものになります。でここから、検索方式なんかを選んでいくんですが、今はこういったこの検索条件の部分何も数字が入っていません。それを、今からいろいろ入れていくと、まあ、今回はトラバース検索仕上げ形を
100ミリ、トリシロをオマニー、これで長押しをしてこの自動決定押すだけで、先ほど全部ゼロだった検索条件が入っている。これでもう検索条件は自動で決定されています。次、割り出し位置もこのテパハンドル使いまして、もうあの図面なんかを見ずに実際のこの自分で見たところで、トラバースの端っこが大丈夫かなというのを見て割り出し位置の位置記憶、今回トラバースですので逆側のトラバース端もこれでチケットを押すだけ。ちょっと質問していいですか、はい、あそこの取り代って書いてるのは、はい、コンマ2っていうのは直径ですか半径ですか。これは、直径での取り代、直径コンマ2、はい、あ、分かりました、ありがとうございます、はい、今もう割り出し位置トラバース端決定しましたので、はい、まあ、この実行ボタンを押すだけでもう加工ができてしまう、はい、というものになります、もう僕これ本当に機械 2,3 回しかこれやったことないんですけど、こんな僕でもすぐ覚えてできちゃうぐらい簡単な機能になっています。めちゃくちゃ簡単です、はい。では続きまして、はい、ベテランの方にぜひ使っていただきたい、機能としてステアバイワイヤハンドル、こちらを紹介させていただきます。見た目は今までのプロハンドルとは変わらないんですが、はいはいはい、まあ、一応 JTEC とあの自動車部品やっておりまして、その主力商品であるステアリングの技術から着想を得た新しいプロハンドルになっています。従来のプロハンドルですとワークと砥石が当たっても、はい、ずっとこのハンドルの重さは変わらず加工することができたんですが、あ、はいはい、まあ、それだと切り込みすぎてしまったりというようなお声をいただきましたので、はい、実際にこのワークと砥石が当たった感触をこのハンドルに伝えるというような新しいハンドルになっています。こちらあのぜひあの高山さん、あ、僕使っていただければと思います。いいですか、はいはい、ではあのここからちょっと弊社の匠の平松から、はい、平松さん、はい、ちょっと簡単に操作説明を。平松さん。平松です。多分僕がグラインディングテクノロジーの2年前に木下げのデモみたいなのをやらせてもらった時のめちゃくちゃうまいデモをしてくれた平松さんです。今ちょっとこれ触ってもらうと重くないんですけど、はい、この感覚ちょっと覚えてください。あ、はい、軽いですね。ゆっくり回してください。はい、で重くなりますんで。ああ、はい、止まりますね。ああ、すげえ。これがこの接触したら実際にはあの砥石回せますね。削り始めたら重くなると。はいはい、そうです。ああ、これも感覚が、うん、あ、めっちゃ止まる。はいはい。はい、で今回ちょっとデモなんで、はいはい、実際には当たってからちょっとタイムラグがあって重くなりますけど、実際にはもうあの当たったぐらい当たったところで実際には重くなると。ああ、そうですね。へえ、はい、すげえ。結構パッと止まるぐらい重いですね。そうです、はい、あの離すとめっちゃ柔らかいです。戻すと戻る。へえ。なんでこれが X、 あ、はいはい、前方も、あ、はいはい、横もこっちもですか。へえ。この状態でもうちょっとゆっくり合わせてもらうと、はい、あ、ここないです。あ、これが断面削る。あ、でこれが回ると今こう重くなって止まったんですけど、はい、これ回ってると実際加工し始めるんでその負荷が変わってまた軽く少しずつ削れるようになります。あ、すげえ。というような汎用で使ってる時の手の感覚よりめちゃくちゃその細かいところというか振動が伝わりますね。汎用のハンドルよりすっごい分かりやすいというか、さすがステアリングを作ってる JTEC さん、はい、ですよね。コンセプトとしましては汎用機でも油圧の手感をというコンセプトで今回このハンドルをあの展示させていただいております。では最後の特徴としまして、まあ、さらなる高精度というところを紹介させていただきます、はい、この機械単体でも十分精度いいものなんですが、さらにそれ以上の高精度というものを求めるされるお客様には今回タイプ L といいまして高精度パッケージをご用意させていただいております。はい、まあ、それの考え方としましてはやっぱり熱源砥石軸だったり主軸台回転するところにはどうしても熱が発生してしまいますので、はい、まあ、そういった熱のまず発生を抑制する。で、まあ、どうしてもやっぱり動くものなので熱がゼロにすることはできませんので、その発生した熱をできる限り小さくする、
それでもどうしても発生して影響が出てくるものに関しては最終的な補正をかけてやるというので、限りなく熱の影響をゼロにするというようなことを行っております。ちょっと具体的にはちょっといろいろあるのでいろいろある、ちょっとここではそういった紹介にさせていただくんですが、今回この機械は定寸装置なしで連続運転でプラスマイナス 1.5 ミクロンという精度が実現できるような高精度、超高精度な機械めちゃくちゃ精度いいですね、はい、なっております。では最後カーボンニュートラルご説明させていただきます、はいはい。やっぱり昨今の情勢からカーボンニュートラルかなり気にされるお客様増えてきましたので、カーボンニュートラルの支援機能ということで、今回はそのエネルギー監視というものをご紹介させていただきます。エネルギー監視、はいはい、こちらがそのエネルギー監視の画面になります、はい。こちらは、この機械が使った電力量だったりエアだったりの使用量を CO2 の排出量に換算したものまで見えるようにするものになります。こういった使用量を年単位、月単位、それから週、日、時間単位まで細分化して見ることができますので、どのタイミングで電力量が多かったのか、エアの使用量が多かったのか、でそれって本当に必要な電力エアだったのかというところまでお客様で見ていただけますので、実際機械を使う中でカーボンニュートラルということを推進していくのに非常に便利な機能になっております。確かに、でもそのカーボンニュートラルでももちろん参考になると思うし、はい、よくこう冬とか機械の暖気とかするときにの目安にもなりますよね、そうですね、そういう面でもいいですよね、はい、確かにいろんな使い方ができる、機能になっております。そうですよね、以上でご説明終わるといたします。以上ですか、はいはい、今日は藤田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。